久しぶりにやります。第3弦標準ズームニコン VS ソニー VS キヤノン。いやもうほんとこれ悩ましいね。皆さんならどれを選びますか？はい、どうもこんにちは、たかしでございます。本日もゆるゆるとカメラについての話をやっていければなと思います。このチャンネルではカメラ楽しいをコンセプトにした様々な動画をお出しております。ぜひ初めての方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。実はね、発売してからずっと使ってみたいなっていうふうに思ってたレンズがあったんです。それがこれ、じゃじゃーん、ということでね、ソニーの FE2470mmF2.8GM の2でございます。2、そう、第2世代の標準第3弦のズームレンズでございます。標準ズームの第3弦レンズってどのメーカーもね、その規格のカメラの規格を始めたら一番初めに出さなければいけないレンズの一つでもあると思うんですよね。でソニーはね、その中でもミラーレスになったのが早かったということで、標準ズームの2型まだかなっていう声も結構大きかったんですけれどもね、今年の6月にねこちらが発売されました。少し時間が経ってしまったんですけれども、こちらレンタルすることができましたので、今回は最新の第3弦標準ズームレンズ比較ということでね、恒例の VS シリーズをやっていければなと思っております。実はね、このソニーの、標準ズームの旧型、僕かなり前から使っておりました。時期で言うとニコンの D850 が出る前ぐらいの時期にもう購入をしていた状態でしたね。なんでもキヤノンとかニコンがミラーレスを始める全然前の段階でもうすでにこちらのレンズの旧型は出ていた状態だったんですよね。でそのまだニコンとかキヤノンがミラーレスをやっていない時代は、いや映り綺麗だなっていうふうに思ってたんですけど、だんだんとニコンもキヤノンも参入して標準ズーム第3弦とか出していくと、なんかやっぱ古いのかなっていう感じがね、強くあったわけなんですよ。まあそういうのもあって、僕この2型が出る前に売却をしたんですけれども、いざ改めてこの2型が出た今、そしてキヤノンとニコンの第3弦レンズを僕が今保有をしている現状で、この2型のレンズってすごく欲しいなっていう風になるほどの写りをするのか、性能を持っているのかっていうのをちょっと僕自身でも確かめたいところがあったので、今回の比較検証をさせていただいております。こちらの2型のレンズでお持ちの方も結構いらっしゃると思うんで、ぜひね、よろしければコメント欄にコメント等でね、使った感想などを教えていただければなと思っております。ではね、比較のルールでございます。まずね、今回取っ手出しの JPEG 画像を使っております。当然カメラによって明るさが違ってしまっているんで、僕の方でね、シャッタースピードを適度に調整をしているんですけれども、同じ明るさにはなりませんでしたので、その辺ちょっと見ていただきながらね、考えていただきながら見ていただければなと思ってます。もう一個。キヤノンのボディですね。これが EOS R6 ということで、今 EOS R6 の2が出てるんですけれども、この1世代前のカメラとなっておりますので、その辺も差し引いていただくのと、あとこれが2000万画素のカメラというのがありますので、これもね、見ていただく際の一つのポイントとして見ていただければなと思っております。所詮ね、カメラもメーカーも違うんで、本当に平等なんていうものはどこにもないんですよ。そういった意味でちょっと力を抜きながらね、見ていただけるといいんじゃないかなと思います。今回ね、項目ごとに対決形式で一番良かったメーカーを判定していきます。一番勝った数が多いメーカーがね、今回勝利ということにしたいかなと思っております。ではね、まず一つ目やっていきたいと思います。一つ目はこちら、新しさ対決ということで、こんなん誰が見ても分かってるんですけれども、やっぱりレンズを選んでいく際にはやっぱり新しいものに越したことはないよねっていう話はあるんですよ。なぜなら新しい技術が詰め込まれているから。1年違うと1年研究した分だけ新しい技術がレンズにはつぎ込まれます。そういった意味でね、この発売した日付を見ていきましょう。ニコンについては2019年の4月発売となってます。キヤノンは2019年の9月、そしてソニーは2022年の6月ということで、3年ぐらい、旧世代というかね、ニコンとキヤノンとの差があるわけなんですよね。一番新しいレンズはご存知のソニーでございます。2022年の6月に新型に変わったからこそこの動画を出しているということでね、新しさについてはお墨付きなんですけれども、キヤノンとニコンの標準ズーム出てからもう3年経ってるんだなっていうのはちょっと感慨深いですよね。というわけで1個目の項目はソニーとなります。2つ目の項目、価格対決ということでやっていきましょう。こちらは価格 .com の最安値を本日先ほどね、調べた範囲内で発表していきたいと思います。2022年に入ってから値上げとかね、商品がそもそも足りないよねっていう問題で結構ね、値上がりしてるんですよね、ニコンもキヤノンも。
まあ、そういったところもバックエンドにあるよっていうのを踏まえた上で聞いていただければなと思います。まずはニコンです。ニコンは28万円前後ですね。キヤノンは30万円前後、そしてソニーは26万8000円から7000円前後ということで、価格もこうやって並べていくと、あ、ソニー一番安いんだっていう風になりますよね。なんだったら前の世代よりもちょっと安いぐらいなんじゃないかなっていう風に思うんですけれども、まあやっぱりね、新しく出す時に、まあ、新しい技術を使ってよりコストを抑えながらも画質を出すみたいな、そんな作り方がされているんじゃないのかなと思います。もう半導体が足りなくなってからの産物なんで、そこら辺もね、十二分に配慮されているんじゃないのかなと思います。というわけでね、価格についてもソニーとなりました。3つ目の項目、重量対決ということでね、こちらもそれぞれ見ていきましょう。ニコン 805g、 キヤノン 900g、 ソニー 695g ということで、いや、ソニー軽いですね。まあ、逆に、イメージでいくとニコンが一番重いのかなって思ってたんですけれども、キヤノンが一番重い 900g となっております。まあ、ソニーのね、基本的な思考っていうのが、まあ、ちっちゃくて軽いっていうところがあるんで、まあ、この標準ズームを新しくする時もね、しっかりとこの意向っていうのを反映した形になるんでしょう。というわけでこの項目もソニーとなります。4つ目、最短撮影距離ということで、キネン、この最短撮影距離がぐんぐん短くなっていますよね。まあ、この辺仕掛けたのは僕はタムロンじゃないかなと思ってるんですけれども、まあ、基本的にはどのメーカーもどんどん最短撮影距離を短くして、どんな場面でも使いやすいレンズにしようっていう意思がね、しっかりと出ているんじゃないのかなと思います。まあ、そんな中で、まあ、この標準ズームの、まあ、特にワイド端がどれぐらい寄れるのかっていうのは、普段使いをもしするのであれば結構なこの優位さにも当たる部分じゃないのかなと思います。というわけで見ていきましょう。まずニコン 38cm、 キヤノン、まあ、ワイド側で 21cm、 ソニーもワイド側で 21cm ということで、キヤノンとソニーの勝ちとなっております。ニコン、キヤノンで見ていくと 100g ぐらいキヤノンの方が重いんですけど、まあ、その重さっていうのはどこに割り当てられているのかなっていうのを考えると、もしかしたら一旦はこういうね、最短撮影距離とかの部分なんじゃないのかなと思います。あとソニーもね、いや、この大きさでさすがですよね。まあ、今後第2世代第3世代っていうのはキヤノンやニコンで出てくるとどうなっていくのかわからないんですけれども、やっぱり着実に技術っていうのは進歩しているなっていうふうに思えるところですよね。はい、でここからね、実際の撮った写真を比べながら解像度対決をしていきたいと思います。でね、いつもね、この解像度対決っていうのを対決シリーズでやるごとに思うんですけど、まあ、解像度とは何なのっていう話ですよね。まあ、どれだけ改造しているか、細かく緻密に描写されているか、くっきり見えるか、はっきり見えるか、まあ、シャープネスなのっていうところもあると思うんですけれども、シャープネスで皆さん思い浮かぶのってライトルームとかレタッチソフトで簡単に上げたり下げたりできるあのバーで、しゃっきりにもふんわりにもできるじゃないですか。これってロー画像から JPEG を書き出すときに各メーカーがしっかりと行っている処理の一つでもあったりすると思うんですよ。そんなところはちょっと一旦横に置いといていただいて、出てきた JPEG を素直に見てみようというコーナーでございます。まあ、こういうのっていろんな人のいろんな見方といろんな見解があると思うんで、これもね、ぜひ皆さんコメントでいろいろ思ったことを書いていただければなと思ってます。5つ目、ワイド端中央での解像度、こちらはね、それぞれ 24mm に合わさせていただいて、僕とマロちゃんがね、コロナ期間にばっかりとぽっくりとハマってしまったね、マクロスのフィギュアをね、置かせていただきまして、そちらを撮らせていただきました。F2.8F8 で撮らせていただいております。でそれを並べて比べてみるとこんな感じということでね、どうでしょうね、これ、EOS R6 のサイズに合わせて全てのファイルでリサイズを Lightroom でかけております。まあ、こうやってね、 EOS R6 のサイズに合わせて 100% で見ると、まあ、そんなに分かんないのかなと思いますので、まあ、これを、まあ、実寸大よりさらに拡大をして見ていきましょう。こんな感じ。まあ、これを見て第一に思うことはこれでしょう。キヤノンで EOS R6 の絵ってなんか、やっぱりあの横にシュッシュってできるスライダーのシャープネスが高いなっていう感じを受けないですかね。まあ、この辺はね、 EOS R6 を使っているんで差し引いて見てあげたいかなっていう気持ちはあります。やっぱり見ていくと、まあ、ディティールもね、解像度もかなりしっかりしている3本のレンズだなと思います。まあ、その中でもディティール面でいうとやっぱりちょっとニコンがいいのかなっていう感じがしますね。
F8 まで見てもニコンに優位性がありそうな感じがしますよね。一番古いレンズですけれども、やっぱり優秀なレンズなんだなっていうのがわかるんじゃないのかなと思います。というわけで、ニコン。6、ワイド端周辺解像度ということで見ていきましょう。こちらもね、24ミリで撮影しておりまして、まあそれぞれ F2.8、F4、F8 ということでお撮りさせていただきました。こちら側は、やっぱり等倍とかで見ても違いはなんとなくわかるかなと思います。やっぱりね、周辺ってどうしても弱くはなりやすいんですよね。それぞれアップにしていきましょう。こんな感じ。これはね、全域にわたってやっぱちょっとソニーに分があるかなと思いますね。まあおそらく2型になる上で大きく改良されたポイントにもなるんじゃないかなと思います。まあ非常に素晴らしいですよね。この標準ズームのまあ、ワイド端の周辺ってまあ一番甘くなる部分だと思いますんで、まあ、今後より技術が発達していくごとにね、まあ、どんどん画質は良くなっていくんじゃないのかなと思います。というわけで、ソニー7個目、テレ端の中央解像度ですね。まあ、70ミリでの画質、それぞれどうかというところを見ていければなと思います。まあ、いかがでしょうね。F2.8、F4、F8 となっておりまして、まあ、拡大してみるとこんな感じでございます。まあ、面白いのがニコンが F2.8 ではちょっと甘めかなっていう感じもするんですけど、 F4、F8 で爆発的に伸びてる感じがしますよね。まあ、この辺、プラスマイナスで言うと、どろうかな、同じぐらいなのかなっていう感じはしますよね。というわけで今回テレ端の中央画質はドロー。8個目、テレ端の周辺画質でございます。まあ、望遠の周辺ってなんだかんだで落ちやすかったりとかもしますんで、まあ、この辺もで画質どうなのかなっていうところで、まあ、見ていったんですけれども、まあ各社素晴らしいですよね。まあ本当にジャッジ困るかなと思うんですけど、見ていくとディティール的にはニコンなのかなっていう気はしますね。まあ、それぞれね、まあ、F4 あたりで爆発的に解像度が上がってる感じがわかるんじゃないのかなと思います。テレ側の F2.8 ってちょっと苦手なところなのかな。まあでもね、ディティール的にはやっぱりニコンかなと思うんで、今回はニコンとさせていただきたいと思います。9、ボケです。まあ、なんだかんだでどの写真撮るにもこのボケってすごく気になりますよね。下手に安いレンズを選んでしまうと一番後悔するポイントってこのボケだったりしませんかね。まあ、そんな中ね、メーカーの代表作とされるような第三元レンズのその中でも一番使うとされている標準ズームのボケがどんな感じなのか、ちょっと見ていきたいと思います。まあ、それぞれワイド側とテレ側、 24mm、70mm を F2.8 で撮影させていただきました。いかがでしょうかね。まあ、それぞれ見ていただいても全然違いが分かんないなっていうぐらい、まあ、接戦のレベルのボケかなというところです。まあ、綺麗に優しくボケていってくれてますよね。まあ、今回はドローでいいのかなと思いますね。まあ、もしかしたらそれぞれ距離によったりとか絞りによって得意不得意っていうのがあるかもしれないんですけれども、まあ、一番ボケるであろう F2.8 の最短撮影から後ろどのぐらいだろうな、2メートルぐらい離すと、まあ、こんな感じという結果でございました。最後10個目の項目でございます。玉ボケですよね。皆さん玉ボケ結構好きですよね。僕結構海外ドラマとか見ると味のあるレンズ使ってるなっていうことがよくあって、まあ必ずしも丸だけが正義じゃないし、まあ変なこう車輪状になっちゃうようなね、玉ボケとかも面白いかなと思うんで、まあそれが全てではないんですけど、まあ、この標準ズームの第三元では求められるのは平均的な、辛すぎず甘すぎずだけど非常に綺麗なボケっていうのが求められてるわけなんですよね。ではね、今回もワイド側とテレ側で撮っておりますので見ていきましょう。まずワイド側です。いかがでしょうかね。まあ本当にそんな変わらないという感想ですね。どうしてもどのレンズも四隅に行くと玉ボケが欠けてしまう部分っていうのがわずかにあるんですけれども、そのエリアもそんなに変わりません。次はテレ端の方ですね。まあ、こちらもね、周辺の画像になるんですけれども、まあ、そんなに大きくは変わんないかなと思います。先ほどもお伝えした通り、四隅の欠ける場所も大体同じぐらいなんですよね。
まあ、そこからちょっと中央側に寄ったエリアの玉ボケを見てみると、まあ、一番丸いのはソニーかなっていう感じがします。なので玉ボケの項目はソニーということでさせていただきたいと思います。さてここまで10個の項目で比較してみましたけれども、ソニーが7、ニコンが4、キヤノンが2ということでね、まあ、引き分けも入れるとねこんな感じになっておりました、まあ、ただね重いとかカタログスペックとかどうでもいいっていう風になるとまあやっぱり接戦なわけですよね。その上で言うと平等なものなんてそもそも一つもないんで、まあカメラ選びとかレンズ選びの時のね参考の一つ、味付けの一つになってくれればいいかなという感じで動画をお出しております。まあ、本当はねソニーの GM2 がぶっちぎりの勝利をつかむんじゃないかなと思っていたんですけれども、やっぱりニコン、キヤノンのレンズは優秀ですよね。まあ、GM2 のそこまで大きな優位さっていうのはないんですけれども、やっぱりね軽いっていうのが一番のアドバンテージになってくるんじゃないでしょうかね。正直どのレンズも1本あればめちゃめちゃ安心して撮影ができる素晴らしいレンズたちでございます。ぜひね、皆様のコメントいただければなと思っております。というわけで本日のイルフォト以上になります。皆様ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。あ、ちなみにね、次回、これやります。ニコン Z9 VS ソニー α7R5。お楽しみに。